まあね、こういう風に対決したりとかすると思うんですよ。思ったつやです。どうですか皆さん、ちょっとずつね元気になってきているかなと思います。今回もね、朝歩いていきます。やっぱりね、皆さんにねちょっとずつ歩いてほしいので、僕がねこういう風に歩いていかないと真似するにもねできないので、ちょっとずつ歩いていきます。こんな感じでね、気軽でいいので5分10分でいいので歩いてみてください。そうしたらメンタル的にも肉体的にもね元気になっていくので、ちょっとずつ始めてみてほしいと思います。皆さん聞こえますか？鳥がね結構ねここは鳴いていて、結構落ち着く場所なんですね。皆さんもねこういうなんか自分がちょっと落ち着くなみたいなとか、そういった自然を感じられる場所をね見つけて、そこで朝過ごしてみるっていうのもおすすめでございます。どこにいるかな、ちょっとこのレンズだと分かんないんでね、皆さんもねそういう風なカメラ、アナログなカメラでもいいしスマートフォンでもいいので、自分の朝歩いているところ、その動画を撮ってみたりとか、そういう風にちょっと楽しんでねできるように工夫してみてほしいなと思います。歩いていきましょう。まあね、人間って面白いもんで、こういう風にちょっと自然があったりとか、まあそういう鳥の鳴き声があったり、風がそよそよしていたりとか、まあ、太陽の光浴びたりとか、そういうことでね自分の体調を整えたりとか、はたまたそういう風な脳のモードね、デフォルトモードネットワークとか、まあいろいろあるんだけども、その辺をね切り替えたりしてます。ちょっと葉っぱが沢そうで、それを真面目にやるというよりは、なんか自分の趣味みたいな感じでやっていってほしいと思います。結局たくさんの心理学を勉強したりしても、自分の足ね、特に足が弱ってしまうと何もできなくなってしまう。で、足の筋肉が弱ると何もできなくなって、できないことが自分のストレスにはなったりもするので、ちょっとずついいので歩いてみてください。はい、そんな感じでね、ちょっと最近寒くなりましたね。何の実でしょうか。もうコオロギかな、鳴いてますね。聞こえるかな。まあね、こういう風にちょこ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 歩いてると、やっぱり退屈したりとかすると思うんですよ。けれども、そのなんだろうな、退屈してるっていう気持ちを大切にしてほしいと思います。退屈してるんだなっていうことを分かって、じゃあどういう風にその自分の退屈っていうのを紛らわせるじゃないけど、楽しい方向に変換するのかとかね。お、めちゃくちゃ綺麗に見えるかな。ほっ、見えますかね。こういう風にね、自分の中で新しいものを見つけてみようとか、今日はこういうことしてみようとか、そういう風なゲームにしてちょっとずつね歩いてほしいと思います。歩くこと、まあ、知識も大事っちゃ大事なんですけど、やっぱりね歩くこと、これをね一番大切にしてほしいなと思います。人間の基本的なこと、そして一番大切なこととして、ない、迷ったら歩く、悲しくなったら歩く、辛くなったら歩く、眠れなくても歩くみたいな感じで、その歩くことを習慣化していくと、ちょっとずつメンタルも良くなっていくし、肉体的にも良くなっていくし、頭の働きも良くなっていくので、始めてみてほしいなと思います。シュッってことでね、戻ってまいりました。で、今日のポイントなんですけども、こちらになります。ボン、見えるかな。5000歩、1日5000歩を目指して歩いてほしいです。これは科学的にこれぐらい5000歩以上歩かないと、メンタルがねものすごく調子悪くなるよとか、体の調子が悪くなるよってことが分かっているので、1日ね5000歩を目指してほしいですけども、無理のない程度に1日本当に 2,3 分でもいいです。朝歩くっていうことをね習慣化していってほしいなと思います。無理のない程度に。で、こういうふうに僕がなぜ動画を上げるかっていうと、ちょっとずつね真似してほしいんですよ。人間ってそういうふうに真似をできるようになっていて、そういうのってミラーニューロンっていう脳の中のねそういう機能というかがあるんですけども、それを使っていきたくて、僕がちょっと歩くことでなんとなくちょっと歩いてみようかなって思うことが増えてくると思うんですね、ちょっとずつ。そしたら皆さんがちょっとずつこう行動しやすくなったり、で、僕が毎日毎日ちょっとずつ呼吸法をねトレーニング、マインドフルネス瞑想っていうかトレーニングをしていると、あ、ちょっとやってみようかなっていうふうにちょっとずつ続けられる。そうやって一緒にちょっとずつ続けていくことで、気づいたらとんでもない、そのなんていうの、
境地じゃないけど、ちょっとずつ元気になっていく、そういう仕組みもね、作っていってるので、ちょっとずつそれを楽しみながらやっていってほしいと思います。で、朝結構ね、長く話したりするんで、こういう風に、スマートフォンね、ピッて朝つけて、でも、ちょっとしんどいなと、話結構朝からそんな聞きたくないんだなって思ったら、再生して、このスマートフォン裏向けて、こうやってポイって置いておいて、ちょっと音だけ聞こえるような状態にしておくと、これもね、おすすめです。これ、理由も簡単で、人間って自分に必要な知識っていうのはね、なんとなく気づくようになってるんですよ。気づくようになってる。そう、こういう風にしたら元気になるよっていう風な知識があると、なんとなく耳の中に入ってきて、あ、そうなんだっていう風に思うようになってる。これは皆さんが外で、ね、めちゃくちゃうるさい中で話して、どっかしらのね話を聞いていても、名前で呼ばれたらそれにすぐ反応する時ってあるでしょ。今名前呼ばれたって、めちゃくちゃうるさい中で、遊園地でもね、そのデパートの中でも、そういう風なものと同じで、自分に関係のある情報だっていうのは耳にね飛び込んできて、あ、そうなんだっていう風になるようになってるので、こういう風に長いなと思ったら裏向けてこういうの置いておく。他にも一緒にね散歩しずる人がいないし、なんか辛いなって思う人がいるかもしれないんで、スタンド FM かな、なんかそういうラジオの、アプリを入れて、そのラジオ、僕がこういうふうに一緒に話して、そういうふうな歩いている音声聞きながら、じゃあ私も一緒に歩こうかなとか、それ聞きながらね、そういうのもいいかなと思ってやっております。はい、やっております。やろうかなと思ってます。はい、そんな感じで、はい、1日5000歩を目指して歩いてみてほしいなと思います。で、この後は5分間だけ呼吸トレーニングやろうかなと思います。で、長いのはリストがあると思うので、そこからね挑戦してみてほしいなと思います。今回はね、そう、いろいろ僕もやっていくので、それをこういうことやってんだなっていう風にね捉えて、ちょっとずつね真似していって、ちょっとずつ自分のために自分の時間を作って行動していってほしいなと思います。そしたらちょっとずつ良くなると思うので、では早速やっていきましょうか。はい、では今日はね、5分間にしましょうかね。5分間やっていきましょう。マインドフルネスに瞑想やっていきます。で、やり方は簡単で、まずやる前に5回深呼吸します。鼻から息を吸って、口から長く吐きます。吐く息を長くします。はい、で、その後に体を少し緩めて、そのまま呼吸トレーニングに入っていくんですけども、その時に鼻から息を吸って、鼻から息を吸ったら1と数えて、吐いて2、吸って3、息を吐いて4っていう風に数えていきます。10まで数えたらまた1から数えます。これを繰り返します。で、この時に注意がずれます。ずれたらずれたことに気づいて、また元に戻す。こういう風にやっていくんですよね。自分の注意を向けている、どこに向けているのかなっていうことを理解して気づいてやっていきます。で、注意してほしいところは、実際にやりながら目を閉じてやるんですけども、目を閉じてやりながら、つどつど僕がこういう風に話していくので、そこをね、そこに注意向けてみてください。そしたら不安に飲み込まれているなってことに気づいて、自分でやりたいこと、やらないといけないことに注意を向けて戻して、で、飲み込まれづらくなって、嫌なこと考えているなと思ったらまた戻してっていうふうにできるようになっていくので、はい。では早速やっていきましょう。5分間やっていきます。まず深呼吸5回。足見切れてますけども、気にせずに、そういうこともあるんで、完璧を求めずにやってみてほしいなと思います。5回深呼吸します。鼻から息を吸って、口から長く吐く。鼻から息を吸って、口からゆっくり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 長く吐く。はい、それでやっていきます。目を閉じて怖い人は半目ぐらいでもいいですよ。はい、5分間、今日は短めね。鼻から息を吸って1と数えて、息を吐いて2、吸って3、吐いて4、吸って5、吐いて6、吸って7、吐いて8、吸って9、
吐いて10と数を数えて、また1から数を数え直します。すでに注意がずれた方もいると思います。本当に意味があるのかなと思って、そこに注意を持っていかれた方もいらっしゃると思います。そしたらそれらを評価せずに、あ、こういうことを考えているんだなということに気づいて、また呼吸に注意を戻します。呼吸を無理にコントロールすることなく、自然なままで問題ないです。鼻から息を吸って、はたまた口から息を吸って、息を吸ったタイミングで数を数えて、息が出ていったタイミングでまた数を数えます。お腹が膨らんで、お腹がへこんで、今自分の体がどうなっているのかということにも注意を向けつつも数を数えます。なるべく毎朝日の当たる場所でちょっとずつでいいので始めて続けてみてください。そしたら少しずつ良くなるので、一緒に元気になっていきましょう。息を吸って数を数えて、息を吐いて数を数えて、注意がずれたらずれたことに気づいて、また呼吸に注意を戻します。吸って吐いてを続けてください。はい、5分間終わりました。今日は短めでしたけども、少しぼーっとしていてください。はい、こういう風にちょっとずつでいいので、ちょっとずつ始めて、自分のためにね、朝時間を作ってちょっとずつ始めて、それを続けていってほしいと思います。さっき言った通り、1日見えるかな、5000歩っていうのをね、ポイントに目指してみて、で、1日5分でもいいので、2分でもいいので、1回の深呼吸でもいいです。ふーって
ていうのをね、始めて、それを少しずつ続けていってください。なるべく毎日続けられるように、仕切りをね、これも5000歩って言いましたけど、5000歩って言いましたけども、そこまで長くしなくてもいいし、100歩でもいいし、毎日続けられるぐらいまで仕切りを下げて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 続ける、続けて続けて、そしたら脳がね、あ、今日もやろうかなとか、あ、今日もやんなきゃとかね、そういうふうに思うようになります。そしたらそこでちょっとね、増やそうかなって思うんだけども、ググッと我慢して続けて続けて続けて、そして1ヶ月、まあ、2ヶ月経ったあたりです、ちょっとハードルを上げてみて、でまたそれを続けて、でまた上げてみてっていう風にしていくと、しっかりと習慣化できて、これもね、そういう風な習慣化の技術で、あるんですけども、そういう風に習慣化して、それを続けて、でそれを挑戦した記録をいつも言うように、はい、ノートに書いて、自分の成長記録と自分の頑張った努力っていうのは残していって、でちょっとずつ挑戦していってください。僕結構付箋とかね、おすすめだったりします、メモするのに。でこれをノートにペタって貼って貼っておくと、あ、この日何したかなとか、どういうふうに挑戦したかなっていうのもね、考えられるので、こんなの持って歩けないよって人は、付箋と何かしらね、マジックで水スコアポッて入れて歩いてみて、で今日気づいたこと書いちゃって、でまあ最後にノートにペッペッペッペ貼っていく。そしたら面白い自分なりのノートもできるので、そういうふうなこともやってみてほしいなと思います。ノートの書き方はいつもあれなんですけど、オリジナルでもいっちゃいいんですけども、まあ、ポイントとしては、この見開きの部分、ノートの見開きを作っておいて、で、あえて、皆さんこっちから書くと思うんですけども、ここあえて開けて、ここに日付書いてみますね。ここに日付書いちゃって、はい、ピーッと。で、ここにやったこと。今日トレーニングしたよとか、ね、何分ぐらいやったよって、この一言でいいです。書いて、で、呼吸トレーニングしたよっていうふうに書いて、で、これがどれぐらい集中できたのかなって。で、そこに、横に集中っていう文字を書いて、これ10段階でどれぐらい集中できたかな。その結果、リラックスっていう文字を書いて、どれぐらい、10段階にどれぐらいリラックスできたのかっていうふうに書いておいてください。すると、自分がどれだけやって、その結果どういうふうに、フィードバックというか、経験を得られたのか。その結果どういうふうに、体が、なんだろうな、変化していくのかっていうのがね、データとして、ね、記録として残っていくので、で記録として残っていくと、あ、こんなことあったし、こういう風に元気になっていけるから、また続けてみようかなっていうふうにもなります。ってな感じでね、やっていってほしいと思います。で、今日はこんな感じで動画を終わろうと思います。また明日の朝になると思うんですけども、ちょっとずつ続けてみてほしいと思います。そんな感じで、またお会いしましょう。またね、今日は鳥のいいさえずりの音が取れたから、ってな感じで。またお会いしましょう。